ジョン・フランシス・ジャック・ウェルチ・ジュニアは、アメリカ合衆国の実業家。1981年から2001年にかけて、ゼネラル・エレクトリック社の最高経営責任者を務め、そこでの経営手腕から、伝説の経営者と呼ばれた。1935年11月19日に、マサチューセッツ州、ピーボディのアイルランド系カトリック教徒の家庭に、ボストンメイン鉄道で働く社長のジョンと主婦の、 グレースの子として誕生する。1957年にマサチューセッツ大学を卒業した。その後、1960年にイリノイ大学で博士号を取得し、同年にゼネラルエレクトリック社に入社した。なお最初の年収は1万500ドルだった。官僚的な組織になじめず、また1961年の昇給がわずか1000ドルだったこともあり、 自分の先行が活かせるイリノイ州スコーキの国際鉱物化学薬品に転職しようと早くから退社を考えるが階級が一つ上の役員であるルーベンガトフが失うのはオシートウェルチを引き止める。1963年には監督課の工場での爆破事故の責任を問われ解雇寸前にまで追い詰められたこともあった。1972年に同社の副社長 1977年に上席副社長、1979年に副会長、1981年には同社で最年少の会長兼最高経営責任者となった。1999年には法中市で20世紀最高の経営者に選ばれており、最高時の年収は9400万ドルにも達した。2001年に会長兼最高経営責任者を退任した。 その後は経営学習志望のオンラインプログラムを立ち上げるなど人材教育に尽力した。また2001年10月には日本経済新聞の私の履歴書を連載している。2020年3月1日に人不全で亡くなった84歳であった。ピーター・ドラッカーの信奉者であり1980年代のアメリカにおける 生理解雇ブームを引き起こした人物として有名である。ウェルチの基本的な経営手法は、リストラ、ダウンサイジングと呼ばれる大規模な生理解雇による資本力の立て直しと企業の合併、買収と国際化の推進である。また、世界で1位か2位になれない事業からは撤退するとも主張した。会社を守り、人材を守らないことから建物を壊さずに人間のみを殺す。 中性子爆弾の特性になぞらえて、ニュートロンジャックとあだなされた。成績不振の従業員や、時には部門丸ごと無慈悲に削減する手法により、CEO 在任中の利益率は大幅に改善した。その一方で彼と逆の経営手法を取った、横川電機の三河江二元社長のことを、彼こそ経営の神様だと評価している面を持つ人物でもある。ちなみに、 三河英二の経営手法は、終身雇用を最重視し、企業の適正規模は、今のコンピューター社会でも2000人までが限度と解き、総務課までをも、社内分社化するというものだった。ゼネラルエレクトリック時代には部下にあえて課題なノルマを、与えて克服させ、業績、人材も同時に伸ばすという、いわゆるストレッチゴールの手法もとっていた。組織論の一つとして、 日本にも導入する企業が現れたが、過大な要求に精神的に切れてしまう社員も少なくないため、成功とは言い難いものとなった。本家のゼネラルエレクトリックでも、後にウェルチの人材育成の手法は時代遅れだとして、軌道修正を図っている。彼の残した格言として、日本では選択と集中が有名となっている。この選択と集中の意味は、 多角化した事業を本業にのみ絞るといった解釈を、される。しかし、この、選択と集中の原文における表現は、フォーカスであり、事業に焦点を当てるという意味で、事業を絞るという意味ではなかった。実際ジャック・ウェルジはおよそ1000の事業を営んできたが、そのうち廃止したものは70程度だったとされ、拡大路線を歩んでいる。また、 投資の世界の現代ポートフォリオ理論において分散投資が良しとされ集中投資は忌付されるが、この語訳はその考えからも逆行するものである。ありがとうございます。